こんにちは、兵庫です。今日はですね、僕がやらせていただいたクラウドファンディングの、リターン企画ということで、ここ、都内にあります、つまみくるさんの事務所にお邪魔しています。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。つまみくるの代表でやらせていただいております、ノブさんです。はい、はい、ノブです。よろしくお願いします。つまみくるというサービスの代表をやっております。よろしくお願いします。今回本当ありがとうございます。いいえ、支援していただいて。つまみくるなんですけど、はい、つまみくるというのは一体、はい、つまみが来るで、つまみくる、おつまみが、はい、そうなんですよ、届くんですね。はい、はい、やっぱりこのコロナという状況になって家で飲む、あ、家飲み、はい、はいはい、家で飲む方が増えたかと思うんですけれども、そういった方のおつまみを毎月違うものが届くというサービス。なるほど、毎月違うんですね。そうなんです、やっております。なるほど、はい、でこちらが2021年、今年の、1月の初旬からサービスをスタートしまして、はい、今が10月なのでもう10回は届いている、はい、お値段は、お値段が、月額3800円、そんなに安くてテレフォンショッピングねみたいになりますけど、税送料込みになってます。なるほど、はい、量は5品から7品ほどをその月に合わせて、で、あと常温の月、うんうん、冷蔵の月、冷凍の月というもので分かれています。なるほど、はい、で今日はそれをいただけるということですね。そうです、ぜひいただくということで、召し上がっていただいて皆さんにね、ご紹介できたらということですね、はい、そしてつまみくるの作品です。もともと宣伝部長みたいな、もともとその、まあ、ノブさんとお知り合いになるきっかけというかは、もともと松村さんとね、はい、ノブさんが、まあ、もう古くから仲良くしているというところで、でカープの、まあ、そうですをやってらっしゃって、で、まあ、そこからお会いする機会があって、で、まあ、大宮での体験会にもノブさんに来ていただいて、はい、はい、うん、ね、ありがとうございます。いえいえ、楽しんで。クリケット楽しいですか？初めてやった時にあのファール、うん、チップファールがホームランになったっていう、あ、なるほど、あれが面白かったですね。そうですね、こう、はい、そのミスショットですもんね。そう、でもクリケットがあっての野球が生まれたっていう、そうそうそう、野球が生まれたっていうのなんで、多分クリケットやってもらった時は、まあ、柔らかいボールで素手だったじゃないですか、はい、多分野球を、まあ、生み出した人たちは素手痛いから、はい、あのグローブつけようやって多分なったんじゃないかなって思う。これですよね。あ、そうそうそう、これ、この硬いやつ、この高級、僕たちは柔らかいボール、そう、これは柔らかいんですよ。そう、柔らかいですよね。やっぱ難しいですよね、クリケット。思ってるより、なんか最初皆さん野球、ね、このゴムボールでも初めての人、やっぱ特に女性はここでも硬い、痛い、ね、あ、そう言われちゃったりする。あの、手袋とか軍手するのはありなんですか？ダメ、ダメ。多分ね、ちゃんと取れないよね、やっぱね、うん、手袋とかしちゃった方が、あ、滑って、うん、ああ、そういうことか。あの、素手でこうやって取って、まあ、キーパー、キャッチャーみたいな人だけが両手でグローブ、はい、そうですよね、するんで、本当サッカーのキーパーみたいな感じなんで、うんうんうん、まあ、名前もキーパーなんですけど、もともと僕があのスポーツをやるのがやっぱ好きなんで、うん、やってみたいっていうところでちょうど体験会もしてると。で、さらにその元カープで活躍されてた木村翔吾選手が今クリケットのプロを目指してると、はい、っていうところもあって、で実際体験して、その時に本当一生懸命でそのクリケットというものを広げていくんだっていうのを感じて、で僕もやっぱそれで応援したいなと思って、まあまあビビたるものですけど、今回応援させていただいて、で僕のやってるこのつまみくるというサービスをご紹介していただけるということで、今日は来ていただいてありがとうございます。とんでもないです、はい、じゃあいただいていきますか。じゃあちょっと乾杯、ね、僕もあのやってるんですが、お酒が苦手な方で、そうなんです。で、翔吾さんも飲めないですからね。はい、入りました。美味しそうではあるんだけどね、これね。あー、マジか、こんなの。つまみくるバイヤーのゆかさん、ゆかさん、やっぱね、つまみくるのバイヤーとして全国各地に回ってますもんね。この前テレビでおつまみのスペシャリストとして出たんですか？出たんですよ。へ
オンラインで「つまみくるの」を取り上げてくれる番組があって、はいはい、つまみのスペシャリストっていう肩書きだったよね。テレ朝からなんかで紹介した時を見てた。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。こちらがいぶりがっことクリームチーズの味噌漬けです。こちらが北海道のカズノコとチーズのサンドしたプチプチーズという商品です。こちらは福島のスモークハウスさんの燻製卵です。こちら広島の猫豆、いろんな15種類の豆菓子が入っております。こちらが福島の、鮭の麹漬け紅葉漬けという商品です。こちらが岩手の、サンマのトマトソース煮です。以上です。なるほど、ありがとうございます。あ、これもじゃあ説明しよう。こちらは、宮城の、イカの塩辛です。はい、うん、袋を開けてすぐ食べられる商品ばかりです。なるほど、あー、なるほど、比べてね。はい、じゃあいただきます。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 サンマ、これ全部、え、そのまま骨もいける。骨丸かじりぐらいの。はい、じゃあいただきます。うん、あ、うまい。うまい。美味しい。ご飯美味しい。うん、おつまみもそうですけど、うん、ご飯とね、うんうん、だからお酒飲まない人とかも関係なく、俺家で飲まないので、うん、もうこれ全然つまみに届いて、もう毎月1回来るので、嫁さんなんかそれ見て、あ、これ使ってこんな料理作れねとか、これ使ってこんなの食べようねって話ができるから。あ、そうですか。だから旦那が勝手にお酒のつまみで飲んでじゃなくて、家族で食べるのに、じゃあ今回食べたこれを使ってどんな料理しようかとか、いつ食べようかとか、会話が生まれる。ああ、なるほど。いいと思います。あ、来ました。宮崎県の豚軟骨の、ワイン、赤ワイン煮で、わしの脇腹という商品です。あ、さっきのね、わしの脇腹。これが3人分ですか。一袋でこれぐらいなので。あ、でかいね、はい、これ分けるってこと。分けただけで召し上がりたい人を取ってください。これ海外には持っていけない。え、運ぶのはできます。え、自分で持っていくってことですか、うん、はできると思います。あ、だから、まあ、売るのが難しいよ。常温のものはできると思います。そうだね。なんでこれとかは常温でレトルトで180日持つので。うん、このショーゴが次にスリランカチャレンジするときに、ああ、なるほど、あの持っていけば、持ってけるものが持ってけば、日本食恋しくなったら、はい、こんなん食えないですもんね。アンコールで。いや、なんだ、リアルにうまい顔してくれてる。脇腹も、まあ、俺の脇腹誰か知らんけど。いや、そんなん美味しかったですよ。僕だけもペラッと言ってますからね。こういうのは180日平気なので、あの海外遠征も持っていけると思います。ね、これは、あの、木村選手に召し上がってもらいたいな。これはマグロカマの煮付けです。これすごいね。マグロ。あ、うまいわ。うん、いいわ。よかった、うん、スタートして10回で、うん、10回のうち、もちろん10回とも中身変えてるんでしょ。はい、全部全部違うんですか。はい、で1年経ったらもう1回同じのを出すと思うんですよ、うん、人気もあるものは、うん、でも1年間は1回も、はい、同じものを出さないと毎回違うと思います。だからどういう基準とか、どういう感じでおつまみを選びに行ってるんですか。おつまみは全国生産者に会いに行ってるんですけれども、はいはいはい、日本全国回ってで生産現場も見てで、あのこだわりもしっかり持ちながらできるだけ地元の食材を使って作っている、うん、そういう商品を集めています。なるほど。もちろん食べて美味しいと思ったものを足使ってね、はい、足使ってちゃんと胃袋と相談して、はい、美味しいなと。え、何個ぐらい、もうとりあえず10ヶ月やったじゃないですか、はい、でもう60、70はってことですね、大体。 そのくらいになりますね、はい、あ、はい、10年間いろいろ見つけてきたものを詰め合わせてます。はあ、そう。それで津波くるは一応できるだけ添加物の少ないもの、はい、であとはその食材も国産のものにこだわって、うん、まあ、安心というところでっていうので選ぶのが難しいんだよね。そうですね。あ、まあ、できるだけそうやってこだわったものを多めに入れております。北は北海道から、はい、南は沖縄まで。沖縄まで、はい、え、ちなみに沖縄は何入るんですか。内緒です。内緒。届くまで何が届くか分からないっていう
のに上手っすね。とにかく上手っすね。そうだね。ね、宝石箱じゃなくてお楽しみ箱みたいな、ね、感じですね。うまいこと言った。うまいこと言わんでねみたいなね。いやでもほんまそんな感じです。何飛ぶかわからんっていうのもまたね、楽しいですよね。一応つまみくるは何が届くかは秘密なんですけど、翌月が常温か冷蔵か冷凍かは分かる。あ、そうだっけか。後ろに、ここの後ろに書いてます。あ、そっか。そうなんです、実は。で、そのやっぱり奥様は冷凍庫とか冷蔵庫の空き状況が結構、なるほど、届いたけど空いてないから困っちゃうわを、なるほど、避ける。そうか、この時は全部美味しかった。ありがとうございます。本当おやつ、おやつっすね。うん、あ、これはお酒のつまみや。これでもこれ美味しいなってあるじゃないですか。うん、これまた欲しいなって時はなんかどうしてないですか。同じもの、一応ここで生産者さんを全部紹介してまして、うん、直接生産者さんのホームページで買っていただいたり。あ、そういうこともできるんですね。できます。なるほど。いつかはあのリピーターさんとかリクエストに応える販売もやっていきたいなと思います。なるほど。うん、じゃあ、翔子さん、いただきます。はい。あ、そういうことか。うん。うん。これ全部8工程ってまた全部。完全にやっぱお酒ですね。お酒ですね。全然、ゆで卵とは違いますね。美味しいですよ。美味しい美味しい。作ってないですけど。鳥がある。鳥です。鶏もも1本カレ ー、 あー、ももが1本。なるほど、入ってます。翔子さん、まあいろんなカレー食べてきてますよね。スリランカ行って。そうです。カレーマスター。カレーマスター、またそんな言うていろんな称号つけてくみたいな。すごい柔らかいんで、ほら、ほら柔らかい。あ、ほんまや、ほら柔らかい。ほら、いただきます。顔取って。おいしい。これはうまい。常温で、ん、半年ぐらい。はい、半年持ちます。持ちますんで、なので結構ね、いろんなお店とかでも使ってるところはありますね。ということで、今回つまみくる、いっぱいいただきました。おいしかったです。これはね、やっぱ頼まないといけないですね。これで、これのぶさん、どうしたらこれは頼めるんですか。まあ、こちらが一番分かりやすいかもしれないんですが、まあ、カタカナでつまみくるで検索していただけると、はい、あのつまみくるのホームページが出てきますので、はい、そこから簡単にご注文できるようになってますので、はい、分かりました、はい、毎月届きます、はい、で何が届くか分からない、はい、お楽しみということで、お楽しみということで、ね、お楽しみ袋みたいな感じで、はい、美味しいのが届きますんで、はい、ぜひ皆さんつまみくる検索してご注文していただきたいなと思います。はい、はい、今日はね、つまみくるののぶさんとゆかさんに来ていただきました。あと松本さんもありがとうございます。で、今日はこの辺で、どうもありがとうございました。